切るときにこう切りやすい、結構切りやすかったです。だから初めての方はこれ、このダイソーのこの粘土でもまあいいのではないかなと、こういう作業を切りやすいので、あとはこう使うときにこのままを切るに使うんじゃなくって、よくまず練っておく、それがやっぱり重要だと思います。密になっているように見えても案外なってなかったりすることがあるので、でこちらにで何とかやっていくと、ちょっとだんだん水分が飛んでいくこともあるので、そういった時は少しだけ水をつけて入れると、やっぱ乾燥していくので、そういったところはご注意ください。まずはすごくこう硬いなと思ったら少しだけ水をつけて、こう手にベタベタっとひっつかない程度につけていきましょう。いきます。でこれでとりあえず今回はこれにいつもはこうグーをしてるんですけど、こういうパーではないですね、こういう状態の手を作ってみたいと思います。作り方としてはいつもと同様な感じで、これを基準にいきたいと思います。ちょっとよくまたもう一度よく練って、なるだけこう練っちゃうとこういう筋が入るので、そういう筋が出ないように、なるだけ出ないようにこう筋が入ってるので、よく一体化させます。でこの先の方を手にして、上の方を型にし、長さとしてはちょっとこれもうこのままスタンプでこのままいきますが、ここが型の内側、になり、こちらが内側、こっちが内側で、こっちが外側になります。でここが手のひらに行きます。やり方としては一緒です。とりあえずグーの段階はこう、グーはこう開いて、先を開いて切って、この部分を整えて、親指整えて、ちょっとここ長さを、先に長さを突き出して、でこれが指もなるだけちょっときれいに整えたいですが、こうですね、こういう感じにしまして、グーの段階、これでこう線を入れて巻くと、グーはこういう感じに、この内側にはお肉をつけてますが、こういう感じにしますが、パーの段階、パーはもうこれとほぼ同じ形で、すが一旦これでいきましょう。ここの手のひらのところを、これくらいかな、ここらへんですね、手のひらのところを潰します。ここですね、ここがだからこうですね、手のひらのところを潰しまして、こっちに親指が来るようにしよう。ということは、ちょっと切って、ちょっと親指が長さがあるので、切って、この先の辺をちょっと整えて、
こにこう穴をこう切れ込みを入れてるのでこの部分が弱くなる可能性もあります。で、ですのであまりグイッといかずで、これを少しこう倒します。ここ今こうなってたのをここを倒します。こうなってたのをこうした状態になります。で、ここの部分にお肉が足りないのでこの部分、ちょっとここは今難しかったら乾燥させてやった方が案外いいかもしれないけど、まあ、ちょっといきますね。この部分、これが結局この親指の土台になりますのでこうして親指のお肉をつけます。お肉がついた。で、今度はちょっとこの辺をきれいに水などつけて整えて、この親指が指をこう一歩離すことによって表情はつくんですけど、やっぱりこう切れるというか折れるというか可能性も増えてはきます。まあ、そこはちょっともっと大きい作品になるとあの針金を入れたりするし、これでも入れても別にいいとは思うんですけど、まあ、ちょっとなかなか今回はちょっとこのままいきますね。で、今度はここですね、ここのお肉つけます。今ここのお肉とここのお肉をつけました。で、ここ分かる、見える、ちょっと立体感が出てます。 で次にここのお肉つけたいです。こうですね、ここだからこことここにお肉をつけて、水をちょっとつけてこうちょっとトントンとする感じで、スリスリスリとこうするとこの手のお肉の表情がついてきます。見えるかな。で、それでこの部分を4本カットします。4本とか指4本分ですね。1本2本3本4本、こういう感じでカットというか、あの貫通させない方がいいです。表面とりあえずあの一体化していたいので表面だけに線を入れる感じ。とりあえず簡単な感じですね、流れです。こういう感じですれば一応手にはなっています。まあ、もう本当、まあ、これは細かくしようと思えばいくらでもあのリアルに細かくできるんですけど、まあ、今やってる今あの紹介している作り方は、もう初めて作られるとか、この粘土をあまり触ったことがないとか、そういった方用の感じで今この動画を撮っているので、まずはこれくらいの感じで行かれたらいいのかなと思います。でこれができるようになったら、また今度はあの指をきれいに作っていく。
こういう、これちょっと別ですけど、こういう感じで中にこれ全部針金が入ったりしてるんですけど、指つけて爪つけたりで、もっとこう今これ赤ちゃんなのでこうパッとしてるけど、こう手の表情をつけたりいうことができてくるようになります。まあ、とりあえずまずはもうこのこういうまず粘土に、初めての方はやっぱ粘土に慣れると、道具に慣れていくっていうのが一番重要かなとも思うので、まずはグーだ、ちょっとこういうグーだけじゃ面白くないなっていう感じ方は、こういうパーを、パーな形を作ることも、パーというかこう、こういう感じの表情も作ることはできます。ちょっとこう、この辺が太いのでちょっと削って、うん、初めての方だったら この100均のこれでもまあそこそこ、そこそこいけるかな、うん、こういう感じでやることができます。ちょっとまあこれはちょっと太かったかもしれないので、ちょっとまたもう一遍もう少し削って形整えたいと思います。このこういう、これだかった、こういうグーグーだけではなく、こういう方法もありますので、組み合わせてされてみてはいかがでしょうか。こういったのでパーでも可愛いかもしれません。お試しにいかがでしょうか。何かの参考になれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。